とその前に気になるイケメン俳優の恋愛観から。なんかイケメンすぎてどんな女性を選ぶのか全然想像できない。で意外と隙があると思うんですよ。なんか完璧そうに見えて可愛いところがたくさんあるなって、それこそ番組で見てて思うんですけど、できないことがあったりちょっとすぐ答えられなかったりとか、だから守ってあげるような女性、リードしてくれる、リードしてくれる女性。昔から年上の女性好きでしたね。ディフェンス弱そうだもんね。え、押したらいけるってこと？そういうこと。あら、あらじゃないのよ。押しに弱そう。